国会では今日参議院予算委員会で野党側が日本学術会議の任命問題について6人を除外したことで根拠とする多様性のバランスが悪くなったのではないかと菅総理を問いただしました。野党側は総理の答弁は支離滅裂で矛盾に満ちているとしてこれまでの菅総理の答弁の食い違いを追及しました。6人を外したことで次第の人はいなくなった、若手はいなくなった、そして、女性もいなくなった、バランス悪くなってるじゃないですか。結果として納得したんですか。そうだ、個々人の任命の判断とは直結しないがという形で私は答弁をしています。いや、支離滅裂を超えてますよ。これで国民のために働く内閣なんですか。そこはしっかり働いていきたいと思います。一方で加藤官房長官は任命の経緯について内閣府と杉田官房副長官が6人を除外することを協議した公文書があることを明らかにしました。これについて蓮舫議員が国会に提出するよう求めましたが菅総理は人事に関する記録だとして応じない考えを示しました。野党側は引き続きこの問題についての集中審議と杉田官房副長官の国会招致を求めていく方針です。